富士財系ビジネスイは産業経済新聞社の完全子会社である日本工業新聞がかつて発行していた総合ビジネス金融誌2009年6月30日付までは旧社日本工業新聞社から発行されていた旧代は日本工業新聞2021年6月30日付で休刊した源流となる旧。 日本工業新聞は1933年6月20日に有刊大阪新聞社の発行で創刊された。1942年の太平洋戦争劇化に伴う新聞の統海合令により、日本工業新聞、大阪毎有新聞と愛知伊勢の経済専門新聞の統合で産業経済新聞となったため一旦休刊に入ったが、1957年12月に、 日本工業新聞社を改めて新会社として発足し、1958年1月より再創刊された。このため、1958年を新日本工業新聞の総関年としており、1933年は産経新聞の正式な総関年とみなしている。2004年3月1日に産業経済新聞社が100%子会社化すると、ともに、 製造業を題材とした経済専門誌であった日本工業新聞から総合経済誌富士山系ビジネス愛として再出発をする。2004年3月から5月にかけて富士テレビでのスポット CM と電車なかずり広告などが出稿された。日本工業新聞からの通行を継続しているが広告では真相感と打ち出していた。紙面の特徴として 実質的な競合紙となった日本経済新聞と同様の経済記事に加えて一般的な社会記事、文化、スポーツとラテランなどを盛り込む。総合紙な記事については産経新聞の編集部員による執筆、または産経新聞からの天才により構成が実現した。経済を絡めた社会問題や行政問題なども取り上げている。ただし、経済記事については 日経と比べると、大企業、日本経済団体連合会に関する記事は少なく、日経の一面で取り上げられるようなスクープ記事はほぼ、皆無である。日本の日刊紙としては初めて、中国株株価指標と中国経済に関係のある記事を連日掲載し、ニーズやブリックスといった経済発展途上のアジア諸国に強いことをアピールとしていた。 日本工業新聞を継承した部分として、機械、情報通信、バイオケミカル系の中小企業、ベンチャー企業を取り上げる傾向が多い。携帯電話と対応した音の出る記事も掲載している。これらの結果、紙面料が32ページとなった。2004年10月1日付から、一部売り定価が120円から100円に、値下げ、10月3日付からは、 これまで休館だった日曜日もサンデーアイの愛称で発行。月決め宅配契約は3150円。年月日表記は親会社の産経新聞とは正反対に日付欄が一面では2006年のように西暦で表記し2面以降は西暦のみの表記となっている。また記事中の表記は原則西暦表示となっている。年月日には ブルームバーグとの連携を発表。同年10月1日から大事デザインを変更し、産経エクスプレスと同様のタブロイド版横書きのフルカラー48ページに紙面刷新され、一面は産経新聞グループのビジネスアイ最終面がブルームバーグのグローバル・ファイナンスというダブルフロントスタイルになり、投資情報誌としての性格を強める。 これに伴い価格改定も行われ、購読料は1ヶ月4200円、一部150円。2009年7月1日に発行元の日本工業新聞社は産業経済新聞社に吸収合併され、同年7月以降の富士山系ビジネス愛は産経新聞社が新設した子会社の日本工業新聞社からの発行になった。 北海道と九州地方では発行されていない。インターネットメディアの台頭で新聞離れが進み、苦戦が続いていたため、単独の新聞としては2021年6月30日付をもって休館にすることを同年3月15日に発表した。同年7月1日以降は、産経新聞内に設けられる富士山系ビジネスアイメンにて、中小企業や 業界の情報が掲載されることになり、日本工業新聞社が行っていた、イベント、検証などの事業も、産業経済新聞社が引き継いだ。これにより、日本工業新聞社は事実上の休眠会社となった。日本工業新聞時代より、月刊誌として、月刊エネルギー、月刊地球環境を発行していたが、2010年4月より、ビジネス i e に合併して、 新相関した。その他一般向けの書籍を産経新聞出版発売による日光ムックとして発行している。富士産経ビジネスアイの東日本版にはテレビ欄が掲載されている。富士産経ビジネスアイは6月30日をもって休館します。産経新聞。 https://www.sanki.com スラッシュエコノミースラッシュニューススラッシュ210315スラッシュ ECN2103150013-N1 ドット HTML2021 年3月15日閲覧。富士災系ビジネス愛が休館6月30日付ネットタイトルで共同通信 2021年3月15日閲覧、ありがとうございます。